皆さんこんにちは、いっちゃんねるです。現在私は北海道の函館に来ています。今回の動画は函館本線の絶景40旅についてお伝えします。函館本線は函館駅から旭川駅を結ぶ路線です。支線を含めた総営業キロは 458.4 キロにもなる長い路線で、特に森駅付近から長万部の区間は海の近くを走り、車窓が美しいのが特徴です。しばらく海岸線の近くを走行し、天気がいいと素晴らしい景色を眺めることができます。さらに函館本線の函館から長万部の区間は国鉄型のキハ40系が多く活躍しています。最近だと北海道で数を減らしていますが、昔ながらの非同車のボックスシートで海沿いの景色を眺めることができます。今回はレトロな機動車のキハ40系で海沿いの絶景路線函館本線に乗って長万部まで乗車してみたいと思います。あちらからやってきたのが今回乗車する長万部行きです。1両の短い編成で終点まで向かいます。さて列車に乗車しました。車内は車端部がロングシート、それ以外は2人掛けまたは4人掛けのボックスシートとなっています。列車はゆっくりと函館駅を出発しました。終点の長万部駅までは約2時間20分の乗車旅です。函館駅を出発して少し走ると進行右側に JR 貨物の五稜郭機関区が見えてきます。北海道で活躍する機関車がたくさん止まっています。さらに進むと新函館北斗方面へ進む線路と分岐していきます。現在走行しているのは藤代支線と呼ばれ、新函館北斗駅を経由せず大沼駅へと向かいます。特急や函館ライナーはこちらを走らず、旅客列車は普通列車1日3本のみで、加えて下りの貨物列車が走ります。このようになっているのは本線側に20パーミルの急勾配があるためで、藤代支線はこれを 9.5 パーミルに軽減しています。急勾配を回避するように列車は緩やかな勾配を登っていきます。勾配を登り終えるとやがて上り線と合流し大沼駅に到着します。大沼駅では特急列車待ち合わせのため少し停車時間があります。やがて進行右側に北海道駒ヶ岳が見えてきます。標高1131メートルのこの山は別名渡島富士とも呼ばれています。北海道駒ヶ岳を見送った後は海の絶景が始まります。海まで遮るものはなく、線路のすぐ横に海が広がります。ほどなくして列車は森駅に到着します。森駅では跨線橋から海と北海道駒ヶ岳を眺めることができる写真スポットです。また森駅で下車した際には名物のいかめしが売っているので、こちらもおすすめです。森駅発車後はしばらく海沿いを走ります。車窓には一面の海の絶景が広がります。本当に素晴らしい景色です。これほど海沿いが綺麗に見える路線は珍しいのではないでしょうか。長万部駅までは海沿いを走ったり
少し遠のいたりを何度か繰り返します。函館本線は北海道と本州を結ぶ貨物列車の通り道でもあります。1日に何十本もの貨物がこの路線を通っていきます。かつては寝台列車も走った重要な路線です。しかし北海道新幹線の札幌延伸後は並行在来線として JR 北海道から経営分離される予定です。函館から長万部は旅客需要が少ないことから貨物線となることが議論されています。そうなるとこの景色ももしかしたら見えなくなってしまうかもしれません。約2時間20分の絶景旅を終えて列車は長万部駅に到着しました。函館から長万部間は特急を使うと約1時間半で、普通列車だとさらに1時間多くかかりますが、海の景色を楽しみながら40でゆっくり旅してみるのもおすすめです。今回の動画は以上になります。いっチャンネルでは鉄道旅について発信しています。今後も動画を作っていくので、ぜひコメントや高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。